はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、毛穴の話なんですけどね、鼻の毛穴の話なんですけどもね、鼻の毛穴の黒ずみがね、食事制限でね、綺麗になるんですよ。というかね、なってました。まあ、というお話なんですけどもね、まあ、誰でもね、毛穴の黒ずみはね、気になりますよね。これってやっぱ年齢性別問わずで、中学生の、まあ、思春期くらいから始まりますよね。毛穴の黒ずみというのはですね、お肌に関するお話になってくるんですけども、その僕はね、白血病の治療でね、骨髄移植をして、でその副作用で皮膚障害がね、出てしまってね、毎日毎日の薬をね、バーってね、塗ってね、ケアをしております。でその薬というのは、副腎皮質ホルモンの、ね、塗り薬なので、まあ、ステロイドなりになります。そのステロイド剤っていうのはステロイド外用薬という名前でね、まあ、普通の塗り薬なんですけども、皮膚の血管をね、こうキュッて収縮させるので、塗るとね、お肌はね、白くなってきますしね、塗り続けてると、長く塗り続けるとね、そのお肌っていうのはね、薄くなってくるんですよ。で、まあ、こう聞くとですね、ステロイド剤塗ってるから毛穴が綺麗になったんだけやんってね、聞こえるんですけど、実はね、そうでもなさそうなんですよ。毛穴の開きとか黒ずみっていうのがね、起こる理由としましてはですね、真皮から伸びる毛包管というところね、毛根を、包み込んでる袋状のね、上皮組織っていうのがあるんですけど、そこの上皮組織がですね、その皮膚表面に開口している、パカッとね、口を開いているもので、 でそこにはですね、その黒ずみの元となるその皮脂腺とかっていうのが、汗かく腺とかっていうのがね、必ずね、付随しているんです。ほんでね、まあ、顔というのはですね、毛穴が多くてね、まあ、その毛包管やね、皮脂腺もね、大きいためにですね、毛穴が開くとね、目立ってしまうんですよね。またね、毛穴にね、その皮脂やね、汗、古い角質やね、老廃物がね、詰まるとね、角栓っていうのになってですね、角栓が酸化するとね、黒ずみとして見えます。また同じくね、黒ずみとしてね、見えるのがね、産毛なんですよね。この T ゾーンってあるんですよ、ここの T ゾーンね、ここの T ゾーンね、そこの T ゾーンっていうところには、短くてややちょっと太めのね、毛がね、目立ちます。こう、まあね、今は大丈夫ですけども、まあ、その気温が高かった時期とかね、季節とかね、あと思春期の年代にはですね、新陳代謝がすごい活発になるのでね、その皮脂の分泌量がね、すごい多くなって、そして毛穴が詰まりやすくなってしまいます。しかしね、そんな季節とかね、関係なくですね、僕のようなね、そのステロイド剤っていう、その塗り薬をね、長期間ね、使っている人っていう時っていうのは、細菌とか心筋がね、こう入り込む、その毛包炎っていうのがあるんですよね。そういうのを起こしやすくなって、毛穴がね、こう開きやすくなって、黒ずみになりやすくなります。なので、ステロイドを塗って白くなって薄くなるというところと、まあ、毛穴の黒ずみはね、まあ、別とね、考えられますね。ちなみにですね、まあ、このお話とはね、まあ、逆になりますけども、そのステロイド剤を塗っているとですね、まあ、皮膚がね、黒くなったり、まあ、分厚くなったりするというのを、ね、よく聞きますけどもね、これはね、そのステロイド剤のね、副作用ではなくてですね、そのアトピー性皮膚炎とかあるじゃないですか、あれの治療が、まあ、流れにわたって、まあ、中途半端にしかね、ケアできてないよっていう風な状態であったりとか、そして全く治療しなかった場合に見られる現象なんですよ。まあ、話を戻しますね。で、まあ、そのね、この動画の初めにも言いましたけども、食事を制限していたらね、まあ、いつの間にか毛穴がね、綺麗になっていたんですよ。で、まあ、食事をね、制限する目的はね、その血液検査でのコレステロール値を下げるためにやっていたんですけども、まあ、自分のね、毛穴が綺麗になって鍛えたので、まあ、でもそれに気づいたのもね、ほんまにね、昨日おとといのことやったんですよ。まあ、特別になんかね、ケアしてるんかってね、言われたらね、いや、ほんまにね、これといって何もしてないんですよ。でも、思い当たる節としては、食事制限しかね、ないんですよ。ジャンクフードやね、まあ、スナック菓子、菓子パンなどの味の濃いものっていうのはですね、粘膜障害でね、食べれませんからね、ほんまに食べてません。そしてね、自分の食べる時のね、料理をする時っていうのは、まあ、野菜中心で、味付けっていうその調味料とかっていうのはね、まあ、一切使わないんですよ。まあ、それらをすることっていうのを僕なりの食事制限としております。するとね、その毛穴の黒ずみっていうのが、いつの間にか綺麗さっぱり消えてました。でね、その食事でね、黒ずみが綺麗になるにはですね、まあ、どうやらね、ビタミンが深く関係してるみたいです。
で、ビタミン A、B1、B2、B6、C、E っていうその5つがですね、結構主力になっているようです。で、ビタミン A っていうのは、皮膚や、ね、粘膜を、ね、正常に保つ働きがあってですね、免疫力や、ね、抵抗力アップにも、ね、作用します。で、ビタミン B1 は糖質を分解してくれて、エネルギーとして使えるように変化を加えてくれる作用があります。で、ビタミン B2 っていうのは糖質と脂質を分解してくれて、エネルギーとして代謝する働きをします。で、ビタミン B6 は脂質、タンパク質の代謝をサポートします。で、ほんでビタミン C はお肌の、ね、張りや弾力を、ね、作る、ね、コラーゲンの合成にね、必要不可欠の、ね、栄養素です。で、ビタミン E はですね、活性酸素を、ね、こう抑制してくれてですね、ビタミン C と一緒に摂ることで、ね、さらに、ね、作用がアップします。まあ、僕の場合はですね、これはビタミンっていうのは、まあ、もちろんサプリメントとか僕まだちょっと飲めないんで、野菜からのものだと思っております。なのでね、化粧品やね、物理的なその毛穴ケア用品などね、まあ、たくさんありますけども、まあ、皆さんね、今一度ね、スキンケアをね、まあ、体の中からね、考えてみてはいかがでしょうかね。まあ、以前のね、そのデイ806か、ね、1週間ぐらい前かな、それのね、動画でね、その足がつるお話をした動画の中でもね、その味付けをしない食生活をしていると、最近足がつってないとね、話した時にですね、まあ、知らんうちに足がつらなくなっていると話したんですよ。まあ、このことから今回も、まあ、知らんうちに毛穴が綺麗になっていたということなんですよ。まあ、このまま頑張っていくとですね、知らんうちにシリーズっていうのがね、まあ、どんどん増えていきそうな気がします。まあ、そんな感じでね、鼻の毛穴の黒ずみは食事制限で綺麗になるというお話でございました。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。